どうせなら風早も呼ぼっか。風早く？竜にばっかハーレム味合わせでもな。ね。ハーレム。まあ、竜も男一人じゃ居づらいでしょ？ふん。竜、携帯。貞子、かけな。え？はい。私？私でいいのかな？いいじゃん。いいからかけてみ。竜からだと思って出たら女からでびっくりすんぞ、風早。そこのボタン押したら繋がるから。ドキドキする。いいからそんな緊張しなくて。風早直で出んだから。直で？もっとドキドキしてきた。盛り上がってるから今すぐ来いって。リュウ、一人でかわいそうだから来てって。だけど、来てほしい。リュウだ。喋る！俺もリュウと喋る！待て待て、やめろ！もしもし、リュウ。風早くんですか？黒沼です。リュウ、リュウ、リュウの携帯。何やってんの？今、びっくりして。真田くんの家で。リュウんち？矢野さんと吉田さんとラーメン食べに来て、それで今、みんな一緒で。みんなで一緒で、すごくすごく楽しいから。風早くんもいたら、もっとすごく楽しくなるなって。チャリかっ飛ばして、行く！来るって！あんた、そんなに楽しかったんだ。中学でも同じクラスだったんだ。 2,3 年はね。竜と風早は1ミリも変わってない。私が知る限りずっとこんなんだからね。身長はまだ伸びてる。中学時代の風早くんだ。これがみんなの風早くんか。ちょっと幼いね。髪も。ああ、野球部だったからね。坊主からちょっと伸びた頃だな。でもリュウは野球部関係なく坊主じゃん。楽だから。こういうやつなんだよ。あ、翔太、野球うまいよ。高校で野球部入んなくてピンが落胆してた。私の知らない風早くんだ。どんな中学生だったのかな。一生懸命勉強したり練習したりしてたのかな。見てみたかったな。あ、見れるんじゃん。もうすぐ体育祭あんじゃん。多分風早ソフトに出んでしょ。うん。そっか、私これからの風早くんを見られるんだ。これからみんなと一緒に写真に残れたり、いろんなことができるんだ。体育祭に修学旅行とかいろいろあるね。楽しみだな。すごい楽しみだな。楽しいよ、きっと。うまいもんいっぱい食えるぞ。うん、楽しいねってみんなで言い合えるんだな。あ、この人は。ん？知ってんの？くるみのこと。前にプリントを拾ってもらったことがあって。へえ。なんでそんな顔してんの？いや、別に。男子に人気ありそうな子だよね。あるある。どう、リュウ、こういうのタイプじゃない。おお、あんたタイプとかあんの？じゃあこういうのは、
普通に好き？私もサラダ君好きです。私らのことは？大好き。そういうことか。一瞬びっくりしたわ。じゃあさ、貞子、風早のことは？大好きだと思う。さあどうだかね。あれ自分で分かってんのかな。いや分かってないだろ。サダコ、それまあまあいいじゃないの、いいじゃないの。大人への階段は自分から一歩一歩登っていくものよ。なんで矢野ちんが言うと卑猥に聞こえんのかな。おいしい味噌大盛り。毎度ピンチェン。あぶねえあぶねえ。ややこしいことになるとこだった。お邪魔しまーす。つうかさ、風早、他の野球部のやつに比べて髪長くない？あいつ髪伸びんの早いよな。絶対つけてだよ。それもむっつり。俺はスケベでもむっつりじゃない。びっくりした。何そのオープンスケベ発言。普通だよ普通。うわ中途半端だな。どうせならドスケベだぐらい言えよ。普通だよ。男の子だな。あ、貞子が笑ってるよ風早。ねなんだよ笑うなよ黒沼。ああいいや、決してバカにしているわけではなくてですね。嘘。え、笑って。なんだかいつもよりドキドキするみたい。教室の席よりもっと近くにいるせいかな。貞子、いや沢子、はちょっとこっち来て。地図の隣座って。え、うー、お、なんだなんだ。ほら、ここここ。うー楽しいなぁ。うーねぇうわぁ、やわらかい。女の子って感じ。王子様大変。すっげー楽しいの発見。 Yeah!